今度は日本テレビのものすごい有名なプロデューサー、なんつったっけな、井原さん、はい、井原忠敬さんかな、はい、下は違うわ、それ井上忠敬だった、間違いない井原さんという、井原さんという、大橋巨泉さんもめっちゃ怒られてしぼんだっていう人、ものすごい怖いんですよ、はい、創世記の人で。要するに何で怒られるかっていうと、大橋巨泉さんにしても何にしたって、2週間前に完璧な音の資料と台本とそれから譜面を渡すんですよ、はい、でそれができないと、もう大橋巨泉こんなのっつって、大橋巨泉さんこんなのっつって、コント55号もあの井原さんが用意した台本通り、ほらあの人たちってアドリブでやるじゃない、わ、はい、そしたら井原さんが出てきて、ふざけんなこの野郎てめえらっつって、30分後に覚えてこないっつって、あの喫茶店行って2人で一生懸命覚えて台本通りやったんですよ、はい、そしたら井原さんが降りてきて、ごめんなっつって君たちの方が面白かったって、そういう人なの。あとでちゃんとちゃんとそういう人なの。それから金ちゃんをもう慕っちゃって、それで井原さんがある時ダンスとお笑いとマジックのショーをパルコパースリーパート3でやりたい。それでダンスはあの有名な人のところの先生のダンサーチーム、そしてマジックは引田天功さん、はい、でお笑いは金ちゃんとこの若手でお願いしたいなって言われて、金ちゃん断れないわけですよ、はい、1ヶ月あるから1ヶ月は出れないんですよ、毎日仕事あるから、はい、それで金ドンチームと金どこチームで分かれて、いや山口君と西山君ね、あ、はいはい、で僕と小堺君と清六さんで、清六さんが出たり入ったりしで、小柳美由紀さんっていう、美由紀ちゃんがこうどっちもが出てたりなんかして、それで同じ台本は渡されるんです、わわけで出番が3箇所あるわけ。それで小堺君と僕はその台本をさいろいろいじっちゃってさ、受けたいから、はい、金ドンチームには負けたくないっつって、小堺君もさそこイケイケだからさ、やろうよ小堺君、金ドンチームなんか負けてられないよっつって、で絶対噂は萩本さんに入るから、はいはい、やろうぜっつって勝手にいじっちゃって、本番でどんどん伸ばしていっちゃって3つの出番で20分伸ばしちゃっただから7分ずつね、はい、7、8分のところ15、6分やってるんだよ。おでもね、バンバン受けんな。それで舞台監督が来て、ちょっといい感じにしてくださいと、あの帰りのエレベーターの時間もあるからちゃんとやってくださいと、金ドンチームがきちきちと時間通りやってくれますよって言うから、分かりました、すいませんでしたっつって、じゃあ小坂君があそこ高校でカットして時間通りやりましょうっつって、行くでしょって前出るでしょ、バーンってアドリブ1個いって受けるでしょ、はい、全部飛んじゃ もうやってやるっつって小坂井君と2人でやり合ってやり合って、最終的には2人で興奮して舞台降りてってでドア開けて2人で出てっちゃった廊下にですぐ戻ってきて、サスケはどこだ全然関係ないですよ、社長と部下のセリあれなのに、サスケだわーとか言ってめちゃくちゃやってたら、もうある時コントやってる最中に、僕今でも覚えてるの、中台達也人間の証明って意味のないこと言ってたんですよそしたらバチンって切られて、はい、明かり、はい、それで音声さんがジャ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 ーンって、はい、半分で切られちゃったの。だから舞台監督が結託してたわけ、あいつらふざけてるから、ふざけて長くやるから途中で切ってやるっつって、で僕と小堺君さ真っ暗の中さこうやってさ帰ったのよやられたっつって、でも3回注意されてるからあとうとうやられたと思ったよそのくらい小堺君はねノリがいい、やってくれる、あとね笑いが好き、あとだからその時の舞台監督が菅野孝明さんという人で、はい、後におすましでしょうの舞台監督っていうか総監督、そうやるんですよ。そうするとさ、小堺君は歌もうまいし、はい、おしゃれな感じも似合うのよ、はい、で、そうそう、それで僕が
お笑い担当なのよ、小堺君と、はい、菅野孔明さんっていうのはさ、おしゃれなのやりたがるんだよ。あ、そうするとさ、73ぐらいでさ、おしゃれが来るわけ、歌っておしゃれがちょっと多めなんですよ、ね、そうそうそう。で俺3割だから、いやでも小堺君、俺は五分五分に来てほしいなと思うわけ、はいはい、だから俺が誘うと小堺君乗ってきてやるのよ嫌いじゃないから、嫌いじゃないからやってくれんのよ、はい、すとさ、小堺君が菅野孔明さんに怒られるの俺は怒られないの。小堺さん、関根さんに乗っちゃダメだよなんだよで俺また、はい、違う手で乗せるわけでも受けるからいいじゃん。そうですよね、うん、バランスを俺は取ってたのよ、はい、五分五分の、なんだったら五分よりも笑いのが多いぐらいの感じでやりたかったわけ。小堺君とは、小堺君とやってよかったなと思うのが、はい、最初ラジオとかコントやるときに、まあコントはいいんだけど、ラジオでね、まあどっちが回すかっていう時に、小堺君の方が回転早かったの、はあ、で任しちゃったの、はいはい、でもコントもそうなんだけど、僕はボケだからね。だからもう僕はもう小堺君がちゃんともう全部ハガキ読んでくれたりやってるくれる時に、どっかを盗んでバカなこと言えばいいやって役って徹せられたんで、はあ、はい、だから同じタイプだったらダメだった、うん、両方ボケとか、はいはい、両方ツッコミだとうるさいじゃない、はいはい、相性が良かった。すっごい頭良くて早いよ。だってね、そうそう、ズームヤンさんの時のあの1分間コマーシャルやってたんですよ、小堺君、はい、そうするとね、文字数が決まってたの、はい、でも小堺君ね、文字数全部言うと余っちゃうの、時間が。そのくらい滑舌が良くて早かった。ものすごい早いですよ、ここ。助かりましたよ、コントもね。まあしつこいしね。で僕が答えてやるじゃない、はい、だお互いが面白くなっちゃってさ延々やってるわけよ、バカみたいに。でまあ怒られるんだけどねそういう意味ではね、相性良かったね、うん、だからやっぱりあの司会がうまいっていう、はい、イメージが強いから、うん、実はすごいですよ、面白いですよね、はい、もういろんなことを振ってくるでしょ。それから小堺君はね、いい意味でプライドが高い。お、黒子とグレコやってる時に、はい、どうしても受けない時あるわけ、はい、何やっても、はい、噛み合わせが悪くなっちゃって、すると僕はさ、末っ子なのよ、はい、次の週頑張ろうと思うわけ、だからもうこれ捨てようと思うわけもういいやっつって今日はいいや、こういう時もあるわ、こういう時もあるわ、来週頑張ろうわ、はい、小堺君は長男、はい、俺がさ帰ろうかって目すると、俺は受けるまで帰らないっていう、一回受けてから帰りたい、それ分かるわけよ、やってて立派だなと思うわけよ、根性あるなと思うので、一応付き合うよね、はい、僕は。でやっぱ受けないのよやっぱ受けなかった、そういう時って。で小坂君も最終的に諦めて帰る。で来週頑張ろうねってことになるんだけども、はい、それを萩本さんに聞いたのよ、はい、どっちが正しいですかって、はい、両方正しいって言ってくれた。へ、関根のも正解だってわけ、はい、しつこくやったってダメなんだから。ただ小坂の笑いを取ってから帰りたいっていう気持ちも忘れちゃいけないっていう、小坂君はそういうところがやっぱりね、はい、あの僕が尊敬するところですね、そこが。俺はすぐもう逃げるからラジオも俺から言ったんだからクビになろうよっつって、だらしない先輩だよね。それはまあ助かっていましたよね、はい、うん。で今回この YouTube もいよいよ桑田佳祐さんが見てくれてるらしくて、これがね、ラジオで面白いって言ってくれたんでね、はい、プレッシャーになっちゃった桑田さんが見て、あ、今日あんま面白くないなって言われるの嫌だなと思って。そうですね、それあります。あんないいネタ2つはないからねコラボの依頼とか結構多いので。あ、僕全部受けるよ。ぜひ、あの、はい、全部受けますよゴルフとかも見たいっていう人たちもいるんで。いいですね、まあ、その辺もですね。じゃあ、あの、ヤスとジョニオとやってるから